答えを憧れ一つの生き方を教えてくれよ僕に答えを僕の答えを Bye.
ありがとうございます。ラージアークと申します。水持ってくる忘れたんで、お母さん見てください。関節切ってしてしまった。言ってもらっていいんで、あのこれフリなんで、もっと言ってっていう感じなんです。せっかくなんでちょっと紹介しておこうかなと思って、はい、なのでメンバー紹介をさせてもらいました。で今日めちゃくちゃ内職を頑張ってたんですけど、あの無料でテイクフリーの3曲入りの CD を入り口のところに置いてるので、ぜひ。皆さん持って帰ってください。多分いい曲だと思います。まだ全然人に聴いてもらってないのでわからないですけど、全然関係ないですけど、今日このギターのヨーデルが、もうヨーデルが今日ライブ頑張るためになんかその首になんかそれ何数珠つけてんのって言ったら、これなんかジャマイカの数珠みたいなやつらしくって、なんかすごいパワーが出るらしいです。ジャマイカみたいな、ジャマイカって呼んでください。ちなみにヨーデルは6年前からヨーデルって呼ばれています。っていう関係ない話だったんですけど、次やる曲はその CD の3曲中の最後の3曲が今言ってる曲なんですけど、この曲は、個人的にちょっと思い入れがあって、というのはもう曲自体ができたのは結構前、もう多分半年以上前だったと思うんですけど、そもそも別のバンドでその曲をやろうと思ったんですけど、ちょっとこういろいろあって、できそうにないので、じゃあ一人であげようかな、どうしようかなって思った時に、ちょうど最初のライブをやらせてもらった時の、今日一番目に出てた沢優斗君と、岡田さんと。知らんわ。先輩やけど怒るわ。優しくして。ナイブな。いいよ。水くれたし。で、1回目にライブを一緒にやったメンバーの人が、この3人の人が、この曲こっちでやったらいいやんっていうので、で、そこからそのライブをやるっていう話になって、だからそもそも、この曲を聴いてもらったことで、ちょっとライブを、家で一人で作ってネットに上げてっていうぐらいやったんですけど、こうやってライブ、しかも今日で3回目なんですけど、やらせてもらえたんで、この曲のおかげかなと思ってます。喋った初めて聞いた。
そんな感じでちょっと思い入れのある曲なんで、勝手にちょっと思いを入れて、あ、別に他の曲も思い入れてやるんですけど、ことさらに必要に入れてやります。喋っていかん、あ、もう、じゃあやります。We'll be right back.
言いたいことを言わせてもらえることはないので、こういう時は何回
言いたいことを考えておこうと思って考えるんですけど、なんかこうギターとか弾いたら忘れました。次で最後の曲なんですけど、まあ、その次やる曲も結構自分の中でまだちょっと思い入れがあるんですけど、友達とこうちょっと話してて、なんかもう仕事とか始まってみんなバラバラやったら、なんかこう、まあ、気軽に集まってってこともできんなみたいな話をしてたんですけど、まあ、今ね、さっき圧倒ゲームのパウダーも言ってたんですけど、まあ卒業したりとかいろいろあってこういなくなったりする人、どっかに行ったりっていう人も、まあ、いると思うんですけど、まあ本当に月並みなことなんですけど、次の曲は、まあ、その思い出というか今まで、まあ、自分が過ごしてきた時間とか、時間とか場所とかそういうものに対して、まあ、そういうものもいつかは例えば商店街がなくなったりとか実家が立ち退きになったとか、まあ、僕の実家立ち退きになったことがあります。大丈夫大丈夫、そんなことはあるんですけど、まあでも自分の記憶の中では別に風化したりは、まあ、忘れなければしないと思うんで、まあ、そういうことを忘れないように していきましょうっていう曲をやって、まあ、終わりたいと思います。まあ、ここにいる人みんなが別に4月からいなくなるわけじゃないですけど、まあ、もしかしたらどの人もいつか突然に別のところ行くことになるかもしれないんで、楽しい思い出は忘れないようにしていきましょう。僕もこの今のこの風景は多分忘れずに覚えてると思います。わかるよ。はい、じゃあ1曲やって終わりたいと思います。ありがとうございました。